ありがちズーム。ひも男にありがちな課題。いや、今日も良かったよ、ガチコ。私もすごく良かった。っていうか、今日なんかいつもよりもすごかった。そりゃ、ガチコさんのためにいろいろと研究してるからね。まあ。でも、その研究は実を結んでるみたいね。だって、なんかこう、別世界に連れて行かれるんじゃないかってぐらい、もうぶっ飛んじゃった。よかった、よかった。そんなことよりさ。そんなこと悪いんだけど。まさか。2万貸してくんね。ちょっと入り用でさ。ほら、やっぱりか。またいいけどさ。サンキュー、助かるぜ。いつも悪いな。いえいえ、どういたしまして。ちゃんと返してよ。合ってるって。っていうか、最近毎回した後にお金をせびられるんだけど、これ何？気持ちよくはしてくれてるけど、お金を渡さなきゃいけないって。私そういう店に来てるの今。やって心が満たされてる時にお金貸してと言って気がち。まんまとやられとる。ああ、今日も仕事忙しくて疲れちゃったな。ガチャ。ただいま。あん、おかえり。またゴロゴロしてるし。アリオ、今日もずっと家にいたの？そうだよ。別に行くとこないし。たまには外に出ないと。趣味とかさ。趣味ないもん。じゃあたまには散歩とか。歩くのめんどくさい。じゃあ家の中でできる何か趣味とか見つけたら。テレビとゲームで十分だよ。じゃあ友達と遊びに行くとか。俺友達いない。親は遠くにいるし。関わりあんのガチコだけ。はいはい、わかりました。もう何も言いません。はずーっと家にこもっていがち。なんか腹立つな。ガチコから今日も仕事忙しくて帰るの遅いって LINE 来てたし。仕方ない。たまには買い物にでも行ってあげるか。まあガチコの金だけど。スーパーにて。一人でスーパー来てみたけど、何買えばいいんだ。まあとりあえずウインナー買っとけば喜んでくれんだろ。いつも食べてるし。これだけでいいや。いや、それだけか。いやいや、キモが一人で珍しく買い物に行くも、大したもんは買わないがち。 LINE で聞けよ、必要なもん。ゆりちゃん、気持ちよかったね。ほんとに。有吉くんとのはもう最高だわ。そう言ってもらえて嬉しいよ。ここでワンパンチ。あ、そうだ、ゆりちゃん。急で悪いんだけど、ちょっとお金くれないか？ 3 万円くらい。あ、ごめん。今私もちょうど金欠で、お金渡せないかな。ああ、そっか。了解。と言いながらブランド物のバッグ持ってるし、もう俺に貢ぐ気持ちはあんまりないってことだろうな。よし。いるか。もうお金をくれない女に対しては軽率に縁を切りがち。控えめに言ってクソやな。毎日毎日家事と仕事は大変だな。アリオがちょっとは手伝ってくれたらもうちょっと楽なのにな。あ、こんな時間か。そろそろ買い物に行かないと。あ、忘れてた。まだ洗濯物畳んでないや。あ、忙しいな、もう。ああ、いいよいいよ。俺が後でやっとくから。買い物行っておいでよ。何？なんでそんなに驚いてるの？いや、別に深い意味はないんだけど、明日の天気。なんで今天気見るの？嵐じゃないかなと思って。いや、深い意味あるやん。俺だって、たまには動くよ。後でやっとくから、行っておいで。いいの？じゃあ、お願いしようかしら。買い物行ってくるね。うーい、行ってらっしゃい。1時間後。まったく、ありおったら、少しは変わってきたのかな。ちょっと私のこと、大事に思ってくれてるのかしら。ただいま。アリオ、洗濯物ありがとね。いや、そこで角待ちしてる。とりあえず裏回って、俺テルミット投げるわ。その前におめえの口に私がテルミットをぶち込んでやる。ガガガガガガ。ひもが言う、後でやっておくわ。まったくもって信用ならないガチ。ほんまにソーセージがテルミットにしか見えん。ねえねえ、ガチコ、最近急いで家に帰ってるけど、何かあるの？そうだな。家にすぐに帰らないとダメで、帰ったらご飯とお水を用意しないとダメで、トイレとかお風呂の準備もしないとダメで、でもたまーに癒しはくれるけど、割に合わないかなって感じはする。ご飯、お水、トイレの準備、玉の癒し。ん？猫かな？いやでも猫だったら玉の癒しではないな。ずっと癒されるし。わからん。とりあえず、ペット飼ってるってことなんだね。ウィーン。まあそうだね。毎日甘えられて困るよ。お金もかかるし、マジでかかるし。あ、そうなんだ。何今の間？そして何最後の圧？もはや金のかかるペットとして扱われていがち。いや、ペットに謝れ。なあなあ、ガチコ。何？どうせまたお金とかだろうな。これこれ。ほい。何これ？ハワイ？そうそう。今度一緒にハワイでも行こうよ。何それ？行く行く行きたい！もしかして、俺のためにお金貯めててくれたの？私の知らないところで働いてくれてたの？ちゃんと改心してくれたの？よし、そうと決まれば、ガチコは今以上に頑張らないといけないね、お仕事。は二人で最高のハワイ旅行をするために、頑張ってくれよ。応援してるぜ。期待した私がバカでした。もうやっちゃっていいよね。海外に行きたいとか言うくせに自分で働いた金で行く概念がないがち。やっちゃえ。ダメだ私。このままアリオに貢いでたらダメになっちゃう。いや、もうダメになってるかもしれないけど。今日こそはちゃんと言わないと。アリオ、
ちょっと話があるんだけど。あ、来たな。あれ、ガチコ、メイク変えた？なんか今日可愛くない？いいから話聞いて。私たち、もう終わりに。いや、やっぱり可愛いよ。いつも可愛いけど、なんか今日は特別違う気がするんだ。アリオ、真剣に聞いてよ。私話してるんだから。俺だって真剣だよ。それに。何？ガチコが可愛すぎるから悪いんだぞ。何するのよ。いいからいいから。ジーゴ、やったんかい。ガチコ、最高だったよ。ガチコはどうだった？最高でした。かー、私やっちゃった。また持ってかれた。もう毎回毎回これなんだよな。でも紐のせいになんでこんなに行為が上手なんだろうな。これのせいで私離れられないよ。なぜか夜の営みのテクニックはすごいため、なかなか縁を切れないがち。ダメになってるな。私って本当にダメな女でさ。これは狙い目だな。そんなことないよ。そんな悲しいこと言わないでよ。だっていいところなんて一つもないし、取り柄だってないし、人に迷惑かけてばっかりだし。そんなことないって。俺は君のことすごく魅力的に見えてるよ。優しいし可愛いし。おっぱいでかいし。人の痛みを分かってあげられるところとか、他の人にはなかなかできないよ。俺にとって特別な存在だ。はい、落ちた。アリオくん、ありがとう。わかった、私頑張ってみる。アリオくんも何か困ったことがあったら私に言ってね。何でもするから。わかった、ありがとう。じゃあ早速なんだけど。よし、これで俺の生活がさらに安泰する。見ついでくれそうな女を見分ける特殊能力が備わっていがち。この能力いいことに使うとしたらどうすればいいんだろう。俺さ、将来はでっかい社長になりたいんだ。政務シュルトぐらい？いや、物理的にでかいじゃねえよ。てかよく知ってんな、政務シュルト。え？いやさ、部下にも慕われてお金もめっちゃ稼いで、でガチコのことも幸せにしたいとも思ってる。すごいね。将来の夢大きくていいね。頑張ってね。とまあ、こうやって息を吐くように大それた嘘をつくこいつを私はどうやって口当てさせようか今考えている。どうしよっかな。ユダのゆりかご、アラリスのお牛、鉄の処女、いや車好き。こえ、夢や野望は立派に語るくせに叶えるための行動はしていないがち。世界有数のトップ拷問。ねえ、アリオくん、私以外にも女の人と関係あるんでしょ。その女の人と縁切ってよ。あ、いや、これはやばいな。めんどくさいことになった。ちなみにさ、その女の人はアリオくんにいくら払ってるの？いくら？私、その女よりも多く出せるよ。マジ？それはすごいな。もちろんお金だけじゃなくて、愛だってそいつよりたくさんあげられるよ。それは嬉しいね。だからさ、縁切ってくれるよね。かっこいい。ちょっと考えさせてね。まずい、超ヒステリックになってる。ここで答えを間違えたら俺はきっと明日にはワイドショーだ。複数の女に貢いでもらうと面倒くさい問題に発展しがち。やってる前だろバーカ。アリオごめん、私やっぱりもう終わりにしたい。もうダメ。ガチコガチコ、落ち着いて。落ち着いていられるわけないでしょ。今まで私は何度も何度も。ふん。何してるのよ。落ち着けって。だからそんなこと言った。ちょっとキスでごまかそうとしたってそうはいかない。だからやめてって。私は真剣なの。もう終わりにした。何してんのよ。せえへんご、どんだけしとんねん。もうそんなチューされたら私。よし、落ち着かせ成功。そしてまだまだ大丈夫そうだな。別れ話を切り出されたらキスで黙らせがち。もういいわ。はい、というわけで皆様、今回も最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。動画の評価とチャンネル登録よろしくお願いします。こちらのおすすめ動画もぜひご視聴ありがとうございました。